ダービーレグノは日本の競争馬。主な勝ち倉は2001年新山記念2003年新潟記念2000年11月4日京都競馬場の新馬戦でデビューし急着。その後4戦目に阪神競馬場の未勝利戦で初勝利を挙げる。明け3歳、一勝馬ながら重賞の新山記念に挑戦。 幸い、秀明が起乗し14番人気の低評価を覆して勝利。新山記念勝利後は、キサラギ賞、スプリングステークスと戦歴を重ね、初の GI 挑戦となった三冠初戦のサツキ賞では12番、人気ながら5着と掲示板を確保。東京優春は7着。その後宝塚記念に3歳馬ながら挑戦するも11着。秋は、 神戸新聞杯から菊花賞に挑むも再開15着。ジャングルポケット、ランツフレーム、ビッグゴールドと共に、クラシック3巻競争すべてに出走した。その後マイル路線を中心に重賞などを走るが2002年夏に高級。同年11月の京阪杯で2着に入り、再びオープン入り。2003年は、従来のマイル路線から中距離路線へ進路を変え、7月の 北九州記念で2着、そして8月の新潟記念で1年8ヶ月ぶりに勝利。秋は天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念と秋小馬3冠に出走するが、いずれも着外となった。2004年は天皇賞、宝塚記念に挑戦するも着外、そして8月22日に行われた札幌記念のレース中、他の馬に後ろから乗りかけられ、 左後屈腱断裂を発症し、予後不良となった。母は本場と同オーナー同級者で中央競馬4勝。1995年のクリスタルカップ3着。じりじり刺してくるタイプだった本場とは違い、逃げ一辺倒の短距離馬だった。ありがとうございます。